好きになる,にるはいみなさんこんばんは楽旅若村ですさあ本日は10月の26日木曜日です 午後の7時になりました。さあ、本日も、ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ番、今日、ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手さあ、今日もですね、楽旅京町屋からお届けしています。ちょうど後ろに真っ白の襖が入っていますので、 ちょっと私の顔が黒く映ってませんかまあもちろん後ろが白いためにより黒く見えてるかもしれませんけれども先日10月22日の日曜日もう素晴らしい秋晴れの時代祭りが行われまして西日を散さ々んさんと浴びながらの約2時間半の解説だったんです解説は2時間弱ででも前後 解説席に座っていましたので、3時間ぐらいは太陽に、もう、浴びてたんじゃないかと思いますので、ちょっとね、黒くなって、しかも今日またですね、いいお天気でした。今日朝から、KBS 京都のキラキンという番組の収録で、三条大橋をスタートにして、今回光明寺、そしてミブ部寺と、本当に先ほどまで収録を行ってきました。 なんとなく皆さんピンときますか三条大橋、今回光明寺、三部寺、何のテーマで収録を行ったかということなんです。放送は11月になりますので、また詳しくお届けできる段階になりましたら皆様にぜひお届けしたいと思いますが、まあ実はですね、今日の収録は朝一番三条大橋からスタートしまして、 通勤のお客さんもいっぱいでしたよ。京阪三条から町の方へと歩いていく三条橋を渡る人がたくさんいる中で、私、オープニングは、ずらかぶりまして、衣装を着て、ポツンと一人三条橋に取り残されまして、合図とともに歩いてきて、橋のたもとで収録に合流するという、まあ、そんなオープニングを撮影しましたので、 たった一人三畳足の上にしばらく5分ぐらいかな。置いとかれまして。そしたらもう通る人通る人がずらかぶってるでしょ衣装着てるでしょあの人は何だと。まあ唯一の救いはこうマイクがついてましたので、まあなんかやってるんだろうなという雰囲気はあったと思います。で、橋の向こう側にカメラのクルーがいましたので、 ま、なんか撮影してるんだろうなという雰囲気はあったと思いますけども、もう海外の人からは、王侍侍ということで、写真、カチャ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 撮られましてね、あの、観光の名物になってましたけども。まあ、ということで今日は、キラキンの KBS 京都の番組の収録で一日、何の衣装かわかりました今回、光明寺。 ミブデラの方の収録に行ってきたということなんです。ですから今日もね、一日さん,さんと太陽浴びましたので、まあさらに黒くなりましてね、まあ大変です。秋にもこれだけ日焼けする人がいるんですよ。もう夜になりますと闇夜に紛れて、目だけが夜の中に浮くという、そんなことになると思います。だいぶ日焼け、ちょっとね、 お風呂出た時にヒリヒリするんですよ。もう完全にこれ日焼けですね。はい、さて今日はねそんな収録をしてきた一日だったんですが実はもう一つ今日はね京都にとって大きな話題があったんですよ。皆さん知ってますかこちら。ジヤーン。これは八坂タクシーがそう京都検定 20周年を迎えました。記念して、特別号を実は走らせることになったんです。こちら、四つ葉のところに、京都検定、八坂タクシーと書いておりまして、しかも、京都を代表するゆるキャラの、京都国立博物館、トラリン、大丸京都店、デッチーくん、 そして、京都タワー、タワワちゃんが、このようにロゴで入ったタクシーが、なんと、京都で走り始めたんです。八坂タクシー、1200台のうち、たったの、そう、1台なんです。皆さん、えー、っと、これからいつまでこれ走るんだったかな ?1 年間走るそうなんですが、どうですか皆さん、1回乗りたいと思いませんか 1200台で1台ですから、四つ葉タクシーでも確か3台から4台走っているはずですから、四つ葉タクシーよりもこの、京都検定号に乗ることは確率的に難しいということになりますから、これぜひ乗りたいですね、皆さん。今日は実はこの京都検定号のお披露目と出発式が、ここ、 平安神宮でで行われたんです平安神宮の神職によるお祓いの後にタワワちゃんとデッチーくん平安神宮に大集合しまして2人を囲んで記念撮影とそして出発式ということでここからタクシーがいよいよ公式に走り始めたということなんです是非皆さん 一年間走っています。積極的に八坂タクシーを見つけては、この記念の京都検定号をご乗車いただきたいと思います。この上のところ、よくね、これタクシーでいう暗闘と言いますけども、ここが京都検定となってるんですよ。そうして、 トラリンからは、京都検定は今年で何年目という問題が出されているというね。デッチーくんとトラリン、あ、違いました。タワワちゃんです。ということで、まあ、このような検定の特別号が実は今日から走り始めたということなんです。どうでしょう、今も夜どこかをこの京都検定号が走って、 ていいるんじゃないでしょうか今日はこの出発式が午後に平安神宮で行われましたので私たち楽旅から代表してそうマイスター森明子が京都検定の一級をね,ね複数回撮ったマイスターですから今日これは行かなければということで駆けつけましてこの写真も撮ってきてくれたんですね 森さんもまだ乗ってませんから、この楽旅のスタッフで誰が一番最初にこの京都検定号に乗ることになるのか、これまたね、ちょっと楽しみなこれから日々が始まるのかなと思います。まあ、タクシー乗る確率で言うと私も結構乗りますからね、やっぱり仕事柄。乗るチャンスはあるんじゃないかと思います。一年通じて結構乗りますので、今までね、四つ葉タクシーに6、7回乗ったことあります、四つ葉。なので、 チャンスとしては1年間だけですけれども、限定号ですけれども、この1年で一度や二度は乗れるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ皆様も京都ツアーで来られたとき、散策や、またはお買い物の途中、まあちょっと今日はタクシー乗ってみようということで、この八坂タクシー、捕まえて、京都限定号であれば、もうラッキーですから、1200台に1台ですからね。 1200日毎日1回乗っても1200日ということを大体、まあ、いい3年ぐらいですよ3年から4年3年から4年毎日乗ってもその1200分の1ですからこれはなかなか熾烈な戦いになりそうですけども1年間だけですからねぜひその確率はなかなか難しそうですけどもぜひ皆様も一度京都検定号を乗っていただくといいのかなと思っています。 ということで今日は木曜日です。この後楽旅大学校一般講座が開催されます。今日は第4週目ですから、そう。今日この出発式に行きました森さんによる森森トークがこの後楽旅大学校一般講座で開催されますので、今日のトークはギュギュッと凝縮版でお届けということで、本日のトークはここまでとなります。 明日は午後3時行けそうならライブ配信をお届けしたいと思いますのでぜひお楽しみをいただきたいと思いますもう本当にお天気が良くてね昼間は涼やかな風が吹き抜けますので明日はお庭あたりの美しい風景もご覧いただきながらのライブ配信がお届けできればいいかなと思っていますさあそれではこの後楽旅会員の皆様ズームに切り替えて第4週目楽旅大学校一般講座の 森明子によるモリモリトークをですねお楽しみいただきたいと思いますそれでは最後になります心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになる例えば皆さんも大合唱いただきまして天にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からも たたくさんの元気を京都にお届けいただきたいいと思まますすそれでは行きますきっともっと京都を好きになるということで本日は午後の7時からお届けしました楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ明日は予定では午後3時からお届けできればいいかなと思っています それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。では、ポッチー。